取った時、それこそスリーウェイマッチでシャーロットとリアを倒してチャンピオンになったんだから、怖いどころか楽しみだよ。ポニーストームはまだこのタイトルにはふさわしくない。メイヤングクラシックからもう3年も経ってる。3年経ったらもう別人だろう。私はチャンピオン、ポニーストームはただのチャレンジャーでしかない。メルセデス・マルチネス。メルセデスはこのタイトルを目指して20年も旅を続けてるみたいだけど、その旅は終わんねえだろうな。ずーっとずーっとずーっと終わんないよ。なんでかって、私がこのタイトルを防衛するからだよ。今週日曜日、テイクオーバーベンジンスデイ、イオシライはこのタイトルを守り続ける。